競技中のバルーン夜間渓流ら、モンゴルフィエノクチューン河川時期から一斉に離陸する、バルーン住宅地付近を低空飛行するバルーン。大会中は、このような光景が、市内各地で見られる。農管機の水田を使用して離着陸する、バルーン競技中のバルーンとそれを見物する観客、サガインターナショナルバルーンフェスタは、 佐賀県佐賀市の加瀬川河川時期を司会場として、佐賀平野中西部の広範囲で毎年秋に開催される熱気球競技大会である。熱気球競技大会としては、日本国内のみならず、アジアで最大級の参加機数の大会であり、毎年十数カ国の選手が70から80機参加している。なお、例年30から40機が、 イベントのみに参加するため、イベント全体では110期前後の規模となる。なお、熱気球世界選手権を1989年と1997年と2016年の3度、熱気球日本選手権を35回中26回開催している。開催期間は年によって変動するが、10月下旬から11月上旬にかけての約1週間で行われる。 以前は国際航空連盟カテゴリー1として開催していたが1998年の佐賀空港開港以降は飛行制限等の影響で公認申請しない形で大会を継続している熱気球競技と並んで会場となる加勢川河川時期で熱気球の係流やライブコンサートなどの祭事が行われる佐賀市の年間観光客数の4分の1を占める 同市で最も人出の多いイベントであり、周期イベントの動員数としては、同時期開催の唐津くんちを上回っている。世界選手権が行われた1989年には117万人の人出を記録、競技が天候の影響を受けるため変動があるが以降は、毎年75から95万人程度の人出で、推移していて、地域に与える経済効果は、 約69.0億円と試算されている。通常、競技は7時から行われるため観光客は、日の出前の6時30分頃と早い時間帯から集まり始める。渋滞を避けるため駐車場は、佐賀市や青木市に分散させてあるが出勤の時間帯と重なることもあり、主会場近くの国道34号や国道207号は、 早朝に渋滞することがしばしばである。午前と午後に分けて、開催の有無が判断され、雨や強風などの悪天候が予想される場合は、競技が中止され順延となることがある。ただし、競技と天候によっては一部競技のみ開催することも、ある。また競技の途中でも天候によって内容が変更されることもあり、天候に大きく左右されるイベントである。 メイン会場となるのは、佐賀市の加瀬川佐賀の河川時期のうち、国道34号、加瀬大橋の北側から国道207号、加瀬橋までの細長い区域である。北から順に駐車場、出店やイベント会場が集まる、憩いの広場、本部エリア、競技エリアブリーフィングエリア、駐車場に区分されている。憩いの広場には、 飲食、土産物、ゲームなどを中心に、毎年数百店舗が出店しにぎわう。また同エリア内に設けられたイベントステージでは、ライブやコンサート、物産展などの各種イベントも行われる。また、佐賀市を中心に、周辺の広範囲で同時開催イベントが行われる。メイン会場の加瀬川河川敷を中心に、バルーンの離着陸が行われるが、 練習飛行や一部の競技飛行では、会場外を離陸地点やターゲットに指定したり事前に、パイロットが自ら会場外に規定された範囲内で離陸地点やターゲットを定める。会場外では着陸地点やターゲットは着地の際に衝撃が少ない田んぼとなることも多い。この時期、佐賀平野の水田は稲刈りが終わって土や藁に覆われ、 着陸可能な状態となっていることに加え、佐賀市中心部を除けば、着陸可能な開けた土地が広範囲に分布している。そのため、一般の田んぼにも多くのバルーンが着陸する。ただし、着陸などに関しては、土地の所有者の許可が得られている。会場に出向かなくても、佐賀市や小木市など、佐賀平野の比較的広いエリアで、バルーンの飛行、離着陸。 競技を見ることができる。また飛行するバルーンの追っかけ、競技を終えて着陸した選手と着陸地域などの市民との交流なども見られ、地元でも広く親しまれている。大会終了後にも個人で熱気球の飛行が行われる。近年では大会後にも小規模の大会がいくつか開催されるようになってきている。佐賀熱気球パイロット協会の主催で、 同じ加瀬川河川時期を主会場として、6月上旬には、佐賀市長バイ、若葉杯新人戦を開催。11月から翌年2月にかけて、佐賀バルーンチャレンジシリーズがそれぞれ開催されている。また、佐賀熱気球パイロット協会主催で12月末には、吉野狩歴史公園周辺を主会場として、吉野狩ウィンターバルーンフェスタが開催されている。2012年冬から、 佐賀市長 by 若葉配新人船と、ひみこ杯、吉野狩杯の日程を入れ替えて実施している。か川かわか時期の空中写真。このあたりが、主会場南部となる。国土画像情報国土交通省開催期間中、大会の中で複数の公式大会が開かれる。なお、出場には、熱気球パイロットとしてのフライト50時間以上などの、条件が求められる。 例年70から80機のバルーンが競技に参加する熱気球競技を参照イベント会場以前は熱気球の立ち上げを誰でも身近で見ることができたが安全対策のため現在は気球教室参加者などに限られているバルーンファンタジアイベントステージでは大会期間中協賛企業や講演団体が主催支援して地元の団体や著名人などが参加して行うショー コンサート、ライブ、NBC ラジオサガ及び FM サガの公開性放送などのイベントが行われる。この他にも様々なサテライトイベントが開催される。大会期間中に設置される、臨時駅、バルーンサガ、駅自家用車で来場する場合、会場の有料駐車場を利用する方法、佐賀市青木市の企業、 公共施設に分散して設置される有料、無料の協力駐車場に駐車した後シャトルバスで会場に向かう方法などがある。国道34号や国道207号など、幹線道路が会場付近を通過するが、競技の前後時間帯は渋滞することが多いため、注意を要する。また自転車や二輪車でのアクセスも多いため、メイン会場東側の土手下に駐輪場が、 設けられている。鉄道利用の場合、大会期間中は、JR 長崎本線に、臨時駅として、バルーンサが駅が設けられ、会場内北部にあって、アクセスが良く、協力駐車場から、鉄道経由で来場する、パークライドも推奨されている。普通列車のほか特急、カモメ、緑などのうち8両以下の編成が停車する。 佐賀市中心市街地と会場を結ぶシャトルバスも運行される。遠方からの場合、福岡、大分、熊本方面からは、長崎自動車道、佐賀山とインターチェンジ、長崎、佐世保方面からは、長崎自動車道、多久インターチェンジが、最寄りの高速折り口となる。空路では、佐賀空港、福岡空港が近く組織委員会の案内にも、掲載されている。 ありがとうございます。